はい、こんにちは。対馬漁協司会広報担当 YouTuber の相田です。上対馬の縁古台を今月14日から19日に行われる佐世保玉屋さんの県産品祭りに開いて持ってきますよ。ぜひ対馬の魚を味わってみてください。ウェブ担当相田でした。